バーニングマルコンでしたね。あのさ、あれ写真送ってないんじゃない気が。バーニングマルコンのですか。そう。あれ初めて出てきた時のこう羽ファーってなるやつ、すっげー好きで、うわーかっこいいと思って、そっからもうずっとジンは。いや俺あの死ぬ時のさ、羽落ちるこうなんか広がった羽がこう落ちてくみたいなのあるじゃん。あの滅びをかばって、そう、あの耳のあれと、あのシーンはちょっと泣きましたね本当に。いやこれでこの羽がこうファーって出てるやつ、そうもうあの こいつさ、ただ立ってるだけで超かっこいいの。別にポージングいらないんですよ。そう羽つけてダタダタってもかっこいいんですよ本当に。だからもうあのうわ買ってよかったって。これ安かったね、4000円ぐらいでさ、ハードオフで売ってて、おーかっけーってなって買ってきた。 01K って結構でも値段の差大きくないですか。人気のやつはめちゃめちゃ大きいね。でもこいつだってさ、人気のはずなのに安かったから買ったんだよ。え、これ4000円台で買えんのみたいな。でもジンの最初の、あ、いい、こんでもなんかメルカリとかで見るとこの羽の拡大したやつ売ってるの分かります。わかんない、なんかあるんですよ。普通についてくる羽よりもなんかもう一回り二回りくらいでかい迫力ある羽のパーツが売ってるんです。でもそれめっちゃチクチクして痛いですよ。痛いねこういうの撮りたくて。あーいいですね。そうやっぱ悪系のいたら滅亡人雷の子みんな揃ってちょっとボコされてんのか。いやさ、あのすげえさ、滅亡人雷揃えたいなと思ったので、ナキは安いのよ。ナキ安いですね。イカズチ高いのよ。あ、絶妙に、なんか微妙なラインですよね。だから、いやだってイカズチ6000円とか8000円とかすんの。だから、滅亡人雷ネット揃えるに、ナキは安いから買ってもいいじゃん。でも、イカズチ買えがさ、ハードル高すぎて。イカズチはな、なんでそんな人気なのって言うとあれだけど、なんでそこまで値段落ちてんのかな。あれなんじゃない、兄貴キャラなんじゃない。兄貴キャラがさ、そうなのか。個人的にはイカズチよりナキの方が圧倒的に好きなんだけど、あの長い爪がすごい好きなんですよ。ああ。ナキにしかない。いいよな、確かに。いや、まあ揃えたい気持ちあるんだよ。ただ、いかんせんイカズチが高え。すんごい未だに気になるんですけど、なんでイカズチとジンが色被ったのかなっていう。ああ確かに、ああいう赤っぽい色してもんね。そう、赤どっちも赤なんで、なんでここで色被せてきたんかなっていうのずっと気になって。フライングファルコンだとね、ピンクだから被んねっけのに。でもなんか赤系統っていうまあ確かに、なんかなんなら全部違う色みたいなのですればよかったじゃねえかなと思うんですけど。だよな、なんとなく色被ってんのずっと気になって、なんでここだけ色かぶってんだろうな。オロビは紫。紫です。ナキが白で。で、二人赤い。二人赤。なんで。でもな、ドードーもあの、なんかこう、茶色っぽい色の方がやっぱ似合うもんね、きっと。うん。仕方ないんじゃないか。だって黄色だって変じゃない？黄色だから。それこそ01とかぶりますもんね。うん。青はバルカンとかぶるし、ね、真っ黒、あーアークゼロとかぶる。もういかにも悪役のボスみたいな。だよな、ダメだろ。まずバーニングファルコンなんだから赤いに決まってもんね。意外とでも01って緑っていないんじゃないですかね。あ、いないか、いないな、緑いないですよね。いないね。あ、緑でもよかったのかでも緑の人ってなんかでも、うん、緑の堂々の方があるんじゃない。あ、緑堂々の方がありえる色か。うん、ちょっと特殊なんだよ。なんで堂々の出方もね、なんかどんどん使い回されてってどの形態がなんか何の形態かって覚えてない。大難形態みたいなあるんですか。全然もう途中から分かんなかった。まさか01ドライバーより先にアークワン、アークドライバーの方レビューするっていう。もういきなり最終回みたいな。そう。でもこれは本当買って損はない、あれだと思いますよ。もうケイスケからもらったの。あ、もらったんですか。そう、あの、
誕生日プレゼントとして。これはマジで、あのプレミアついてた時だ、ちょうど。ああ、じゃあ1万円ぐらいで。そう。で、俺、ゼロワン終わってすぐぐらいから見直ししてっから、こう、熱が上がってきたところで、これ、はいってね。もらったっけなと思って。高かったからね。今はまだ再販されてちょっと落ち着いたのかな。うん、確か。もう一個欲しいもんね。気持ち的には。ああ、フィギュアと並べておいておきたいとね。そうそう。でもアークゼロもいるから結局2つ必要になる。うん。アークワンとアークゼロで。いや、このボタン電池がちゃんと作動するのも分かったからさ、あれだよ。あの、プログライズキーとかガイアメモリはちゃんとこれでレビューできるようになったから。もうほぼ電池切れてるはず。一緒ですもんね、全部。うん。共通の。うん。基本的に同じ。最近あと何増えたか。見たいんですけど。ああ。フィギュアって。何増えたのか。この子いる。ここら辺ですか、新しいやつ。そう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 。うわ。これの現物は。どうだ。あ、いた。あ、そこか。いいよ、撮っても。この手がいいよね。手がいい。持ってんのに開封してないだけだから。この手がいい。あの、怖すぎるんだよ。この、これ落としたら割れっからね。俺、ギーツの頭の割りまして、うん、ああ。ちょっとバタって倒れたら割れて。すぐ行きそうだもんな。うわぁ、この手、最高ですよ。エロいべ。めっちゃいいの。俺もさ、この02のこの手がさ、あのポーズ決めてる時の02の手がもう、あのメタリックレッドかっこよすぎてエロって言ったもん。02だけ赤いですもんね、こうじが。そう、かっけえの。このアークワンの手は、そしてこの01ってこうスーツのこの、うん、あの感じ、うん、いいですよね、このザラザラ感っていうのね。ザラザラのこう、別にこう見た目としてゴツゴツしてない、うん、スタイリッシュなこう。俺、悪役のライダーの中で言うとかなり上位だと思うな、俺の中でね、好み。うん。でもこれは俺も顔面左右非対称なんで、うん、それがめちゃめちゃ好きなんですよ。あ、なるほど。それこそアークゼロとかも、うん、非対称だからめっちゃ好きで。俺、そのうちここでフィギュア撮ってるところを後ろからこう撮影しておこうかなと思って。一人で、あの、喋りながら、うわ、めっちゃいいとか言いながら写真撮って。ああ。もうバッファだけは、えぐいほど撮ったな。そのうちバッファ持ってきてもらおう。いや、持ってきます、ぜひぜひ。俺、タイクーンだけないんですよ、ギーツ。タイクーン以外分かったナーゴと、うん、ギーツとバッファはいるんですけど。それ、初期の姿も。初期の。バッファーゾンビで、ギーツはあの、普通に店頭で出てたやつ、うん。マグナムブーストのやつと。あと、普通にナーゴはあの、ビート。うん。はあるんですけど、タイクーンだけなんか別に、バッファーだけ変えればいいかなって思ったんですよ。最初バッファーだけ好きやったから。うん、これ別にいらんなと思ってたら、ね、やっぱ全部揃えたいってなって。まだ、あれだよね、武人騒動とか出てないフィギュアですね。ないですね。ギーツのやつは、強化は、強化は全くですね。あ、でも、ギーツは出てる、ギーツ、あの、福くんの、あの、合わさったやつ。ああ。レーザーブースト、うん。レーザーブーストと、あと、マーク3。うんうん。マッカギーツ。あと、あ、でもそれくらいかな。あとなんかみんなのこう、頭、うん。エントリーフォームの頭だけ。ああ、なるほど。あと最近なんかナーゴのエントリーフォームのあのボディ、うんうん、あの狼の頭のやつとかいろいろ女のキャラクター出てくるやつ、 あれが確か出てたような気がする。なるほどね。あれもんでも買わないといけない。いや、なんかこう見てみるとめちゃくちゃあるよね、フィギュアって。俺の数ありますね。クーガがいっぱいいます、ね、クーガだってほぼ全フォーム行くからね。
なんだっけ、名前。ドン桃太郎。そう。意外とこの戦隊の赤のフィギュアって最近出るじゃないですか。ちょこちょこ出るね。俺、クワガタオジャーだけ買いました。結構、キングオージャー自分の中でいいなキングオージャーはね、めっちゃ面白かった。面白かった、ね。今からヤマメさん来た時に喋れるよ。キングオージャー好きだった。俺ら、どっちも好きだっけから。はるかくん見てなかったから、途中までしか。ああ、もったいない。もったいないね。もったいない。早く見ろって言ってんだけどさ、まだ見てくれないんですよ。キングオージャー普通にもうなんか、仮面ライダーくらい面白かったな。うん。ドン桃太郎ぐらいしかいないか。仮面ライダーじゃないやつは。ドン桃太郎。しかないね。ないね。あれこれエンペラーって真骨頂？真骨頂ですよね、マントは。うん。アルティメットは真骨頂じゃない。ああ。高くて買えないから。フィギュアとの方買った。ああ。ほんと最初の方に出た、あれなんですよね。もう値段がいくいく高騰してるっていう。だから、今回、真骨頂101体目、うん、アルティメット食うかなと思ったら、アメージングだっけ。あーズコーってなった。そっちかーってなりますよね。うん、もう箱も全部飾っておきたいぐらいなんだけどね。そんなスペースはないんですよね。箱までは俺も、俺何体だろう。でも俺最近めちゃくちゃ売ったから、技術系しかほとんど持ってないんだけど、多分。でもそんななんか困りますよね、置き場に。そう。並べといたらかっこいいんでしょうけど。そのうち俺こう誰かとこの部屋入ってきて、おーっていうリアクションの動画撮りたい。この CSM の箱とか並んでるの。ほほ。俺もおーってなりますよ、これ。ちょっとところどころ、うわ、すげえ、これ。あれじゃないですかみたいな。リアクションのやつを取っていくっていうね。いや、普通にもう、こうですね。この辺もうゴミの山だよ。捨てきれないのよ。まだあんまり公開してない領域だな。